はいどうも年末でございますだいぶお仕事の方ですね残業続きと休日出勤続きで帰りが遅くなってですね動画の編集の方もあまり時間が割けなかったんですけど、えー、今日は新しく買ったものを紹介したいと思います今回はですね 私の MacBook Pro、ここにあるんですけど、えー、MacBook Pro のーハードディスクがだいぶーデータがですね、いっぱいになってきましたので、外付けのハードディスクを買おうというふうに思って、えー、いろいろ見てました。年末結構ですね、見てました。で、ヨドバシさんに行って、いろいろ、まあ、見比べて、 買いましたそれがこちらじゃん IO データの HDPDAUT シリーズですねの 1TB の黒ですね「耐衝撃落下を検知」っていう風に書いてありますけど、えー、こちらですね色が2色黒と白とありまして黒を買いました。 で、えー、ね、ここにも書いた料理。対衝撃。ね。えー、衝撃。まあ、ポータブルディス、ポータブルタイプのハードディスクなんですけど、まあ、も、外に特別持ち歩くってことはないんですけど、まあ、デスクトップを使ってるわけでもないので、まあ、背負き型でなくてもいいかなというふうな感じで、えー、考えて買いました。で、えー、これですね。 えー、まあこんなんで外側カバーがありますこれがえー、衝撃吸収をしてくれるわけなんですけど TPU っていうやつですねえー、熱熱過塑性ポリウレタンっていうんですかね、えー、サーモプラスティックポリウレタンサーモプラスティックポリウレタン まあゴムのような柔らかさを持つプラスチックの一種というようなことだそうですけど、えー、ポリウレタントラストマーともいうらしいですね、えー、トラストマーというのはまあそのゴムのような柔らかいようなあ素材の総称として、えー、トラストマーというふうな言葉を使うらしいんですけど、えー、それと ここに書いてあります。PC。これはパソコンのことじゃないですか。PC というのは、えー、ポリカーボネートですね、えー。まあ、さっきの TPU と、まあ、似たようなものではあるんですけど、えー、TPU よりちょっと熱に強かったりとかですね。えー、そういうのが、えー、あるそうです。で、まあ、どちらも携帯、スマホの カバーなんかにもよく使われる材質なんですけど、えーまあ、TPU って言ったら、えー、とだいぶ前ですけどおあの瀬戸康二さんがですね、えー、iPhone6S を買った時にい iPhone カバーですねをおパワーサポートのものとハイエンドベリーというものをですね、えー、くらあの比較した動画 えー、ありましたけれどもあの、ハイアンドベリーなんかも TPU 素材ですね。えーまあ、その時の動画のですね、リンクをちょっと下に貼っとこうかと思いますけど、えー、で、その TPU と PC という素材での2層コードですかね、で上下、これ、カバーついてます。さらに えー、中のハードディスクの本体の部分に、えー、いわゆるダンパーってやつですかね、えー、ショックアブソーー、ショックアブソーバーとも言いますけど、えーまあ、それがあ、まあ、四方をついてて、えー、衝撃を吸収してくれるということだそうですさらにさらにこの機能このハードディスクのすごいところが、えー、どっか書いてあったかな これだ G センサー G センサー G センサーでな何ぞやっていうと、えー、まあ三軸加速度センサーっていうのを搭載しとるとでまあそれは何だっていうと、えー、自分の向いてるこう上下向きとか、まあ、斜め角度ですねこの辺を自分で認識してくれるわけですでまあ不安定な状態にあるなっていうのを自分で判断しちゃうんですね でさらにこの加速度センサーでの落下した時落ちた時とかにやばいと思って自分で電源を切ってくれたりするというようなそんな機能がついてるそうですで、えー、落下試験というのをもちろんやってるそうなんですけどこれが、えー、アメリカのお落下試験、えー、MILSTD 810F っていうまあよくわからない試験があるんですけどこれが米国国防省の、えー、軍事品に採用する性能試験ということおまあその落下試験の一つだそうですけどそれに合格したということです。で、えーまあ、この落下試験っていうのは、えー、普段持ち歩く機材というのはあまあその製品のまあ寿命 の間にこの胸の高さから、えーまあ、落下させてしまうっていうことがまあ4回から6回ぐらいの割合ですねこれが統計として、えー、こんぐらいの回数落としてしまう人が多いというような、えー、調査結果があるということらしくうまあ まあ、テーブルの上から落としたとかポケットから落としたカバンから取ろうとしたら落としたとか、まあ、多分そういうことだろうと思いますけど、えーまあ、そういう統計の調査結果があるということでその、まあ、胸の高さあたり、えーまあ、ここには1 2 2センチって書いてありますけど、まあ、その辺からその回数落としてもデータが壊れなかったというような試験に合格したということだそうです。 そして、えー、USB3.0 ですね、えー。に対応したものでございます。MAX5GBBS、えー、かな、えー。1秒間に 5GB のデータですから、えー、625MB になるかな。バイトに直すとですね。MAX、うんまあ、ですので、実際にはそこまでの速度出ないと思うので、 まあ、半分か半分以下か、まあ、それぐらいに思っといていいんじゃないかなっていうふうに思いますけどえー、っとこれとまあ同じようなあ IO, IO データさんの核、えー、薄っていう薄い,い,いポータブルハードディスクこれあの k a チャンネルのカズさんなんかが、えー、10ギガのデータをー移行させるときに、えー、1本 分50何秒とかかかったって言ってましたね。なので、えー、まあ約、ん何秒だえー、120秒で、違う、100秒ぐらいで10ギガだからあ、10秒ぐらいで1ギガかのデータを移行したということなので、1秒当たり100メガぐらいだったのかな、その時は。まあ、そんぐらいだったということで、 まあばらすきはありますけど、まあそんくらいということです。で、えー、Windows にも Mac にももちろん使えます。で、えー、バックアップソフトっていうのが入ってて、一、えーまあ、つ、Windows 専用の TrueImage2013、えー、というのが一つ入っているということです。えー、あと Mac にはああのー、Mac のタイムマシーンとかですね。 に対応しているととううことだそうです、えー、もちろん使う前にはフォーマットが必要で、えー、Windows のみで使うなら Windows 向けのフォーマットあるし Mac であれば Mac 向けありますねでどちらでも使えるようにするっていう、まあ、3つぐらいのパターンありますけど、えー、フォーマットの形式ですねこれをしっかり気をつけておかないといけないということですね えー、Windows であれば NTFS か、えー、New Technology File System っていう形式がありますけど、えーまあ、この辺でしょうね。でまあよく一般的にあの今までのパソコンであれば、えー、f a t 3 2ファイルアロケーションテーブル32 3 2ビットっていうことですけど、えーまあ、この形式がね えーまあ、一般的に使われてましたけどまあ、えー、最近の新しい Windows とかにはまあ不向きですかね、まあ、昔の XP とか Vista とかまあその辺にはいいんじゃないかなとまあでもデータが壊れやすいっていうのもあるということなので、えー、最近では EXFAT ですねエクステンディットファイルア a ケーションテーブル Uh, EXFAT っていうものにすると、ね、両方で使えると、えー、いうことですね。で、えー、Mac だけだったら最近は MacJournaling っていうのかななんかそういうのが、えー、フォーマットがあるということで、えーまあ、私はあ Mac もしくはどっちもっていう形、まあ、式の、ね、フォーマット どっちかにする予定です、えー、あとはこれ表裏で、えー、いろいろ使い分けができると自分の向いてる方向をですね、えー、認識できるのでえー、A 面というのを上にした場合 A 面というのを上にした場合、えー、DVDRW のお役目もお果たすと。 もちろんあのディスクは入りませんよ。ディスクは入りませんけど、えー、取り出し不可能なディスクが入ってるようなイメージを持ってもらえればいいと思うんですけど、えー、まあハードディスクの部分とは,のとはあ分けてですね、仮想の DVD ですかね、光学式ドライブが、ま、中に入ってるというふうなあ 使い分けができると。ですので、まあえー、DVDRW なので、まあ、書き込んだり消したりいいですね。もちろん、フォーマットするときにパーテーションとかできたりするんですけど、えーまあ、ここから、えー、読み出してブートをですね、指、えー、したりっていうことで、えー、使えると。OS をここからあの開くとかですね、もうできるということです。で、B 面には CD-ROM ドライブ。 扱いになる、まあ、仮想のドライブがですね、えー、入っていると。で、こちらの方には、えー、先ほど説明したあ Windows 向けバックアップソフトの、まあ、トゥルーイメージとかで,ですね、そちらが入ってたりするということだそうですので、えーまあ、バックアップはそこから起動させたりとか、で復旧操作させたりとかっていうことができるそうです。うん そんなとこかな説明といったらこんなとこですかねうんそれでは長くなりましたが開けていきましょうかねもう10分経ってますけどはいはい説明でしょうはいケーブルはいもう一丁ケーブル えーと、これは何が違うんだ ?USB3.0 の短いやつと長いやつ短いやつと長いやつですね、2本3 0ンチのやつと8 0ンチのやつ2本入ってるということです、えー、そして本体じゃーん <laughs> <laughs> うーんでははいこちらですね見えるかな ?G センスうんまあ最近出てる薄っぺらいやつよりかはこのカバーがついてる分ちょっとね厚みが少しありますけど。 えと厚みが何かな 19mmIO データさんの角薄とかだったらあの7ミリのやつとかありますけどね、えー、これはまあ10カバーが付いてる分1 9ミリということです、えー、で、えー、幅長さが84の120の19ということだそうですので。 えー、重さは 180g ぐらいかなと書いてあります。メドインジャパンですね。うん。ちょっと説明書を見てみましょうかね。まあ、つなぐだけで、あとフォーマットしたらね、すぐ使えるということですけど、えー、説明書は、えー、必ずお読みくださいと、えー、Windows 用と Mac 用と。 3枚入ってます、えー、まずは必ずお読みくださいの方に全体的なことが書いてあるんでしょうはい、えー、中身の確認本体が入っておりますか3 0ンチのケーブル8 0ンチのケーブルが入ってますか入ってますはいで、えー、各部分の名称動作環境いろいろありますね、えー、本製品の機能ですねさっきの対衝撃落下検知ですね G センサー 搭載されておりますと、ねえー、対,しあの対衝撃を G ・ディフェンサーなんて名前つけたらさすがに、えー、怒られるかもしれませんけどまあそんな風なネーミングつ,つけて欲しかったなという感じですね、えー、はい G ・ディフェンサーはダメか <laughs> ガンダムですねさあ、えー、Windows 版の説明書、えー あバックアップソフトのトゥルーイメージのプロダクトキーとか、まあ、その辺も何か入ってますかねうんはいまあ大した説明はないですかねえっ、ー、と Mac 版 Mac 版も開いて、えー、フォーマットしたりする <laughs> はい、うんふ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 んはいうん大したことは書いておりませんということで外付けのポータブルハードディスク 1TBIO データの HDPDAUT シリーズ黒色買ってきましたということでございますそれではまた 近いうちというか今日多分もう一本ぐらい収録する予定なんですけどえー、年内にもう一本あげたいなと思っております。それではまたバイ。